はい、こんにちは。酒とロックとうんちくが大好きなスピリチュアルさんのライドと申します。ベストヒトライドでやってます。ということで、恋は続くよどこまでも胸キュンライベストっていうのは現在放映中なんですよ。再放送でね、また。なので、まあまた、もうちょっとね、こいつの話を、細かいところとか占ってみようかなと思ってて、要するに、七瀬がね、結局自分に自信を失った時あるじゃないですか。私なんて、将棋で言った、歩みたいなもんです、みたいな弱音を吐いて、結局天道先生と私なんて、くっつり合いなんですよ、みたいなことを吐いてた、愚痴を吐いてた時に、隣で聞いてた、キスギ先生がね、急に後ろからぐっと抱きしめちゃったんですよね。それで、俺がいるから、尽きた、みたいなことを言ったんですよね。もう思わぬ展開になってきた。ね、まあ結果的に、あの七瀬は、と天道先生がね、の中の方がもっと深まっちゃったっていうところに繋がっていくんですけど、ただね、それはそれで一瞬そういうことがあって、果たして七瀬と木杉先生ってどうだったんだろう、ところもちょっと思ったんですね。で、ちょっと相性を占ってみようかなって、なかなかね、萌ちゃん。萌ちゃんがなかなか相性のいい人、共演者とね、僕が占ってる限りではなかなか合わないので、今度はこの、木杉先生役のマイグマ、勝也さんとの相性は萌ちゃんはどうなのかな、みたいな。ちょっと思っちゃった。そこを勝手に占ってみた。そんなお話なんですよ。それで、上白石萌ちゃんは1998年1月27日まで。これもう何回も見たんで。何度も占ってるので、過去の動画を参照にしてもらえればと思うので、これは割愛いたしますと。そしてね、マイグマ勝也さんは、1987年の3月28日まで。こっちもね、前に見てるんですよ。前に見てるので、その動画を参照にしてもらえればと思ってるので、ここも割愛します。それで、もう、手っ取り早くね、もうね、相性を見ていこうかななんて思うんですけど、もう二人の相性なんですよ。まあまあなんですよね。かもなく、不可もなく。めちゃくちゃいいわけではないです。なので、まあ、このドラマにも出てると似てるんですけど、相談相手ですよね。相談相手。仲がいい相談相手、お兄さんみたいな感じではあるんだけど、それ以上に発展しないっていうところです。なぜかっていうと、モネちゃんはアクティブなんですよ。もともと持ってるのがアクティブな人なので、いろんなことで積極的に果敢にやっていく。しかし、マイクマさんの方は、どっちかと合わせる人なんですね。そこに対して人に合わせていける人なんですか。まあ自分の積極性とかよりは、どっちかというと、人がやってること、人が言ってることに対して合わせていける人。なので、そこにね、だんだんズレが生じてくるんですよね。要するに、アクティブなモネちゃんからすると、何この人合わせてばっかなのみたいな感じで、苛立ちが出てきたりする。みたいなことがある相性なんですよ。なので、まあ、相談相手のお兄ちゃんぐらいに思ってた方がちょうどいいっていう、そんな相性です。そんな感じでした。また気になったら、まだこいつあるかな、どっか。わかんない。ちょっとあったら、また占ってみますかって。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。